ナンバーアンダーラインアイは自身の記録を破り、自身の音楽カタログ全体がジーニアスジャパンの総合トップ25ソングチャートにランクインした唯一の日本人アーティストとなりました。音楽業界は常に変動し、時代ごとに新しいトレンドやアーティストが登場します。しかし、その中でも数少ない例外として、時代やジャンルを超えて普遍的な影響を与えるアーティストがいます。そのような存在の一人が、 ナンバーアンダーラインアイです。彼女の最新アルバム、n イチは、日本の音楽シーンにおいて新たな歴史を刻みました。このアルバムからリリースされたすべての新曲が、ジーニアス・ジャパンの今週の総合トップ10にランクインしたというニュースは、日本の音楽ファンにとって大きな喜びであり、彼女の才能を証明するものです。しかし、これが単なるランキングの結果にとどまらないのは、ナンンバーアンダーアダラインアイが、 唯一の日本人アーティストとして、すべての音楽カタログがかつてジーニアス・ジャパンの総合トップ25ソング、チャートに入ったという歴史的な偉業を達成したからです。このような功績は、彼女の音楽がどれだけ幅広い層に支持され、共感を呼んでいるかを示しています。彼女の楽曲、透明になりたいや、ILY 倍7分の24などは、リスナーに強い感情を呼び起こすだけでなく、 日常の中にある瞬間や感覚を独自の視点で即映表現しています特に透明になりたいという曲は個人の孤独感や自我の葛藤を鋭く描写し多くのリスナーにとって非常に共感を呼ぶテーマです人々はしばしば社会の期待や周囲の目に縛られ自分自身を見失いがちですがこの曲はその葛藤をリアルに描写することで多くのリスナーに 自分も同じじような感感情を抱いていてると感じさせますこれがナンンバーーアダライン愛の楽曲が単なるエンターテインメントにとどまらず、リスナーの心に深く響く理由の一つです。さらに、ILY や倍7分の24といった楽曲は、現代社会のデジタルなつながりとその裏にある孤独感や疎外感をテーマにしています。特に SNS やテクノロジーが発達した現代において、人々は、 常につながっているようでありながら、実際には誰にも心を開けない孤独感にいまれることが少なくありません。これらの楽曲はそのような現代的なテーマを取り上げ、リスナーに、私も同じような経験をしていると感じさせる力を持っています。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、ただの共感やトレンドだけではなく、彼女自身の独自性とアーティストとしての強い信念があります。 彼女は単にリスナーが求めるものを提供するだけでなく、自分自身の感じていること、考えていることを音楽を通じて表現し続けてきました。その結果、彼女の楽曲は単なる流行に終わることなく、リスナーの心に深く刻まれ、長く愛され続けています。また、彼女の音楽はそのメロディーや歌詞だけでなく、プロダクション面でも非常に優れており、細部にまでこだわったサウンドメイクが特徴です。 例えば、アイスや、ナンバーズといった楽曲では、シンプルでありながらも複雑なリズム構成やサウンドデザインが取り入れられており、これが彼女の音楽を一層深みのあるものにしています。リスナーは、単に歌詞やメロディーだけでなく、サウンド全体のクオリティに引き込まれ、何度も繰り返し聴きたくなるような体験を提供されています。このような彼女の音楽の細部へのこだわりは、現代の音楽市場において非常に重要です。 なぜなら、音楽ストリーミングの普及により、リスナーは以前よりも手軽に多くの楽曲にアクセスできるようになった一方で、情報型の中で本当に印象に残る楽曲を見つけるのは難しくなっているからです。しかし、ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、その質の高さと独自性により、他の楽曲とは一線を画し、リスナーに強烈な印象を与え続けています。さらに、彼女の成功の裏には、 ファンの強力なサポートがあることも見逃せません。SNS 上では、彼女の楽曲がジーニアスジャパンのチャートでランクインするたびに、多くのファンがその喜びを共有し、彼女を称賛する投稿が溢れます。これに対し、ナンバーアンダーライン愛もファンへの感謝の気持ちを忘れず、常にコミュニケーションを大切にしています。彼女の謙虚な姿勢と、ファンとの強い絆が、 彼女の音楽キャリアをさらに支えていると言えるでしょう。唯一の日本人アーティストとしての誇りを持ちながらも、彼女は決してその地位に安住することなく、常に新しい挑戦を続けています。音楽業界は急速に進化しており、新しいテクノロジーやトレンドが次々と登場する中で、アーティストが成功を続けるためには、常に自己を更新し、進化させることが求められます。 ナンバーアンダーラインアイはその点においても非常に先見の銘があり、音楽だけでなく、ビジュアル面やライブパフォーマンスにも新しい要素を取り入れることで、ファンを驚かせ続けています。また、彼女の成功は日本国内にとどまらず、海外でも注目されています。特にアジア市場では、K-POP の影響が強い中で、彼女の楽曲はその独自性と質の高さから、多くのリスナーに受け入れられています。 将来的には、さらに広い国際的な舞台での活躍が期待されており、彼女が日本を代表するアーティストとして、世界的な成功を収める可能性も十分にあります。このように、ナンバーアンダーライン愛の成功は単なる偶然ではなく、彼女自身の才能と努力、そしてファンのサポートによるものです。しかし、これからの彼女がどのような方向に進むのか、その未来はまだ未知数です。 新しいアルバムや楽曲のリリースに伴い、彼女がどのような新しいテーマやサウンドを探求するのか、ファンや業界関係者はその動向に注目しています。ナンバーアンダーライン愛の成功はここで終わるわけではありません。彼女の音楽は、ツナーの心に深く根付き、これからも進化し続けることでしょう。彼女がこれまで築き上げてきたキャリアは、音楽シーンにおいて特別な位置を確立していますが、 それはただの始まりに過ぎません彼女が持つクリエイティビティと情熱は今後ますます多くの人々にインスピレーションを与えることが期待されています彼女の次なる挑戦として考えられるのは国際的なコラボレーションやさらに広い舞台での活躍です彼女の音楽がすでにアジアやその他の地域で注目されていることを考えると英語圏のアーティストやプロデューサーとの共同作業が増えるかもしれません 国際的な音楽シーンにおいては、ジャンルの境界を超えたコラボレーションがますます一般的になってきています。ナンバーアンダーライン愛も、そういったグローバルなトレンドに乗ることで、さらに新しいファン層を獲得できる可能性があります。また、彼女の音楽スタイルは多岐にわたる影響を受けていますが、その独自のサウンドとメッセージ性を保ち続けることも重要です。現代の音楽市場では、 短期間でのヒットを狙うアーティストが多い中で、ナンバーアンダーライン愛は長期的に影響力を持つアーティストとして進化していくことが期待されます。彼女がこれまでに示してきたように、ただ流行に乗るだけではなく、自分のアイデンティティを大切にしつつ、常に新しい表現方法を探し続ける姿勢は、彼女が今後も成功を続けるための鍵となるでしょう。そして、彼女の作品が持つテーマやメッセージは、 今後の社会的な問題や個人の内面的な葛藤に対しても深く共感されるはずです。例えば、彼女の曲、透明になりたいは、社会からの疎外感や個人のアイデンティティに対する悩みを強く反映しており、これらは現代の若者だけでなく、幅広い世代のリスナーに共感を呼ぶものです。彼女の楽曲が触れるこうした普遍的なテーマは、時間を超えて多くの人々に支持され続けるでしょう。最後に、 ナンバーアンダーライン愛の成功は、日本の音楽シーン全体にとっても大きな意味を持っています。彼女のようなアーティストが国際的に成功することで、日本の音楽業界全体のプレゼンスが高まり、他のアーティストにも新しいチャンスが生まれる可能性があります。彼女の功績は、単なる個人の成功にとどまらず、日本の音楽が持つ可能性を世界に示す重要な一歩となっています。 これからも彼女が新しいチャレンジを続け、さらに多くの人々に感動を与え続けることを期待しています。彼女の音楽は、私たちの日常に彩りを与え、時には困難な時期を乗り越える力を与えてくれます。そして、その音楽がこれからも多くの人々にとっての希望やインスピレーションとなり続けることを願っています。